作ってる場所に入れるのか？全然目立たない場所にあるんだな。それもそうだな。かなり重要な場所だし、何かしらの防衛手段や仕掛けで守られてると思うぞ。今頃きっとナビアは激しい討論を繰り広げてるだろうな。オイラたちの時間を稼ぐために。どうやら質問をもう一度繰り返す必要があるようだ、タルタリア殿。連続少女失踪事件の容疑について、その告発を承認するか否かお答えいただけるかね。正直、君たちのその複雑な審判の手続きも、どうして俺に訳のわからない罪を着せようとしてるのかも、こっちはよく分かってないんだけど。でもまあ、告発された人は決闘で身の潔白を証明できるんだろ。つまり俺がこの罪さえ受け入れれば、決闘代理人のクロリンデと全力で戦えるってことだ。そうだよね。実にありがたい申し出だ。以前個人的に彼女と戦いはしたけど、向こうは明らかに全力を出してなかった。だから全然楽しめなかったんだ。ふん、立場をわきまえたらどうだ。君は容疑者、ここは君が喧嘩するためにあるんじゃないんだからな。へえ、どうやら水神様は俺に過激場のルールを教えようとしてくれてるみたいだ。じゃあ試してみるかい。血湧き肉踊る戦闘の…え、違うぞ、僕はそういうつもりじゃ。どうやら我々の意思疎通にはやや困難があるようだ。これでは話もなかなか進まん。ならば今一度説明させてもらおう。この審判の目的は、連続少女失踪事件の犯人を見つけ出すことであり。その件は彼と関係ないよ。犯人は別にいる。え、どういうこと。どうしてまた彼女が。ほら言っただろう、犯人がファドゥイの執行官のはずないって。ナビアさん、これで2度目だ。前回は重要な証人を連れてきたがゆえに、その行為を見逃したが、決してそれは秩序にのっとったやり方ではない。今ならば君を審判侮辱罪で裁くことも可能だと知れ。まさか、この法廷の茶番に少しでも私が敬意を払ってると思ってる？ま、それも重要なことじゃない。あんたと言い争う必要なんてないからね。私が言いたいのは、連続少女失踪事件の真犯人を今から告発するってこと。私の告発が成立したら、そっちのタルタリアさんはもちろん無罪になるんでしょ？へえ、俺の罪を晴らすために自ら飛び込んでくる人がいるとはね。実に面白い。まあ俺も正直に言うと、こんな面倒な規則にうんざりしてたところなんだ。ではお言葉に甘えさせてもらおう。さて、しばらくは俺の出番がなくなったってことで大丈夫かな、大審判官閣下。しばし観客席に座っているといい。だがタルタリア殿、容疑者から外れたわけではないことを夢忘れぬよう。ではナビアさん、告発したいものを述べよ。それは、カブリエール商会の会長マーセルよ。何商会って言った？聞いたことないけど。一応知っちゃいるが、そこってスピナディロースらの姉妹組織じゃなかったか？まあ、身内の反目ってやつね。念のため説明させていただこう、ナビアさん。
告発とは非常に厳粛な行為であり、相応の責任を背負う必要のあることだ。仮に告発により有罪判決が出なかった場合、君は場合によって武国の罪が課せられることになる。それを知ってもなお告発を。もちろん。ではここに告発が成立したことを宣言する。ナビアさん、そちらの代理人たちと共に然るべき場所に着きたまえ。そして警察隊、マーセル殿に出廷するよう通達せよ。被告人マーセルよ、代理人は必要ないということでよろしいか。ああ、申し訳ない。突然すぎて何が起こったのかまだ把握できていなくてな。多分必要ないだろう。ナビアもきっと何か勘違いしているに違いない。よかろう。これで審判にあたる双方の人員が全て揃った。さて、原告側から主張を述べたまえ。この件は3年前の不義のカーレスの事件まで遡る必要がある。あの事件の真相を解明してからようやく連続少女失踪事件の全体像が見えてくるの。まさか私がカーレスさんの件の犯人だと思っているのか。私には全く動機がない。カーレスさんは私の恩人だ。しかも当時私は君と一緒に銃声を聞いて外に駆けつけたじゃないか。私を容疑者とするのならあの日あそこにいた全員に疑いがあるはずだが。その話、そう急いで議論する必要はないんじゃないか。観客たちだってあの事件に詳しいわけじゃないだろう。この僕でさえよく覚えてないし。ええ、おっしゃる通りです。大審判官、この場にいる全員にあの事件の経緯を思い出してもらってから説明したいんだけど、それでもいい？よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは賓客と共にカブリエール商会が所有する郊外の荘園でパーティーに興じていた。このパーティーの最中、屋外より2発の銃声が響き、それを全ての賓客が耳にしている。その場にいる者たちが駆けつけると、容疑者であるカーレスは銃を手にしていた。一方、彼と面会をしていたはずのジャックは凶弾に倒れ、死亡が確認されている。警察隊のメンバーによる現場検証によれば、カーレスが手にしていたもの以外に銃は見つかっていない。故に容疑者の放った弾丸は1発目が外れ、2発目でジャックを殺害したという結論に至った。なお、これら内容はいずれも容疑者に否認されておらず、本人による反論もなかった。その代わり、決闘で己の名誉を守ることを容疑者は選んでいる。そしてかの決闘で容疑者は決闘代理人クロリンデに敗北し、命を落とすこととなった。以上が当時の事件のあらましだ。殺人をしないといけない状況にあったのはパパじゃなくてジャックだったはず。でもジャックにはそれをする理由がなかった。2回の銃声が響いた真相は、一発目がジャックの撃たれた時の音で、二発目が銃を奪ったパパが第三者を殺そうとした時のもの。でも黒幕は第三者が水に溶けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。
やっぱちょっと違うよ。その人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆にカーレスに銃を奪われたの。やっぱちょっと違う。事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していたけど、そしてさらにあの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。やっぱちょ、やっぱちょっとち、やっぱ。ジャックの家族の証言によると、当日の彼は確かにパパを、カーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。そして黒幕はその三人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかし、さっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になった者の記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。
その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって、確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスはそれを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さに、この歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね。そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も、私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でも、パパに頼まれたんでしょ？だったら、あんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では、決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として、私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど、あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この2つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも、黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。
3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそが、そこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか？それを聞くと、少々冗談が過ぎるように感じるな。だが、もう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに、感情に振り回されやすい。まあ、それもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて、無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば、2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。もしかしたら今君はこう思ってるんじゃないか。もう少し調査をして容疑者の範囲を狭められれば、私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが真剣に相手をしなければ君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて、先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか君はわかるかい？どこ？君が言ったのと同じさ。タイミングだよ。私は商人だ。商人というのは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃、故郷であるスネージナヤを出てポワソン町に小さな商売をしにやってきた。その後カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様。私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら、私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って、私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば、君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが侮辱罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて、君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だがこうして君が今やっていることこそ、彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになって、ようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか。これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、
死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人、私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよその言葉。やっと一番奥まで来れたな。なかなか大変だったぜ。黒幕はやっぱりここには隠れてないみたいだな。そうだな、オイラたちももたもたしてられないし早速調べようぜ。ここには何が入ってるんだ。お、なんか可愛いもんばっかだぞ。ピンク色のアクセサリーにヘアリボン、ネックレス、それにメイクボックスまで。おお、オイラも気づいたぞ。それぞれ違う名前のラベルで仕分けされた女性の持ち物。これって何を意味してるんだろう。ふいっ、つまり被害者の女性たちは全員ここに連れてこられたってことか。そしてここで水に。こんなにたくさん箱があるってことはそういうことだよな。ここに何かあるぞ。研究をするための場所っぽいな。実験ナンバー16、ジェイコブ・インゴルドによる原始大会の研究結果に対する検証および確信を旨とする。実験失敗、原始大会の水に浮かび上がる人間はゼロ。22、23、24号の女性は溶けて。うわぁ、ごめん。でもこんな恐ろしい文章今まで読んだことなかったから。こんな冷たい書き方でこんな怖いことを書くやつがいるなんて信じられないぞ。お前にやる。オイラはもう怖くて読めないから。そのためにこんなにたくさんの実験を。何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか。どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。おいら覚えてるぞ。確かそいつは溶ける瞬間を目撃してたんだよな。え、バシェが実験者。この実験をやってたやつってことか。そうだったのか。つまりバシェは被害者なんかじゃなくて、あいつは自分の手で恋人を。あれ、違うな。それだと救おうとしてる意味がわからないぞ。おう、とりあえずメモしとこう。この中、うわぁ、全部ロシだぞ。それに原料を入れるための瓶もある。これに、どれどれ、調合中、完成済み、サンプル。はっ、ご丁寧にちゃんと分けてあるんだな。それにフルーツ味まであるぞ。そうだな、一目見たらすぐ分かるくらいバレバレだぞ。
れどれ、何が書いてあろうとこの名探偵パイモンの目から逃れられないぞ。カーレスってこれナビアのお父さんだよな。あいつに関する調査レポートみたいだぞ。何何？あ、うん、確かにお前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。これって例の第三者が存在してた証拠になるよな。どれどれ。カーレスがギャングのメンバーに伝えた重要な情報についてはまだ調べがついていない。あの老犬はどこまでも手強いやつだ。仮にやつが本当に約束を守ったとしても主導権はまだやつの手にある。やつが我々をどうにかしようとすればいつだってこちらに牙を剥くことができるというわけだ。唯一の解決策はあいつを消すことのみ。ああ、確かにそうだ。なら人を送ってやつを殺そう。ナビアにさえ手を出さなければ老犬は人を噛んだりしないはずだ。手紙でのやりとりの一部みたいだな。まったく大悪党ばっかだぜ。すごく目立つ池があるぞ。水でいっぱいだ。ああ、ここってロシを作るための場所だし、この池の中にあるのは全部原料だろうな。普通の水で薄めればロシになって、そのまま使うと人を溶かすことができる。よし、オイラがメモしとくぜ。証拠としての価値がありそうなものは一通り見れたな。事件の真相はオイラたちが推理してたのとかなり近いみたいだけど。そうなんだよな。バシェが一体何者かについては教えてくれるものが一つもなかったぞ。道理でヌビレットも調べられなかったわけだ。黒幕はきっとバシェの身分に関連するものを全部消したんだろうな。そうなるとここの手がかりを持って歌劇場に行っても真犯人を暴くことなんてできないぞ。あう、オイラだって降参するつもりはないぜ。お前はあっち、オイラはこっちだ。ここにあるものを一つずつきっちり調べて。何にもないぜ。証拠がないにしてもおやつくらいあってもいいだろう。わあ、本当か？見せてくれ。ベニールってこれバシェの恋人の名前じゃんか。じゃあお前の手にあるのはあいつのノートってことだな。ただの恋人との日々を書いた日記か。内容が甘々だから余計にこいつのことがかわいそうに思えてきたぞ。確かに名前がいっぱい書いてあるな。一ページ丸々埋まってるぞ。しかも全部消されてるし、どれも満足できなかったってことか。最後に決まった名前はマーセルだって。いやいや、マーセルってあんなに年を取ってるだろ。あいつがバシェとベニールの息子って少女失踪事件ってそんなに歴史が長かったのか。おい、おいらはまだ理解できてないぞ。
そしてマーセル。今あんたの頭の中にある名前はバシェね。ふーん、やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。待たせたな、ナビア。さすが私の相棒、タイミングバッチシ。このような秩序を乱す行為、一体何度繰り返せば気が済むのだ。別にいいさ、ヌビレット。それほど自信があるみたいだし、さぞ決定的な手がかりを見つけたんだろう。君こそが馬車だからだ、マーセル。お前の拠点を調べさせてもらったぜ。オイラたちにはもうお見通しだぞ。お前は溶けてしまった恋人のベニールを取り戻すために次々と女性に目をつけては人体実験を行ってた。さらにお前はマーセルっていう身分をでっち上げて馬車に関するあらゆるものを処分したんだ。なるほど、過激でさえこれほど冷酷な悪役はいないだろうに。だとすればこれでマーセル君の動機についても説明がつく。さっきあんたが言ったタイミングの理論もこれでおのずと破綻したね。マーセル、あんた自分が何で負けたかわかる？ずっと失った恋人を見ているだけで他の人に目もくれなかったからよ。だからあんたは私たちの変化に、私たちの成長に気づけなかった。ゆえにボスが抱いていたお嬢様への期待も読み取れなかったのです。それに我々の決意もな。君たちの決意だと？被告人、反論があればできるだけ早く述べてくれたまえ。でなければ審判を次の段階に移させていただく。私にそんなことをする気持ちがあったと思うのか？君たちに目もくれなかっただと？どうして私が目を向ける必要がある？君たちの方こそ私のことを見ようとしたか？私のこの苦しみを経験したことがあるか？最愛の人が目の前で溶けていくあの光景は、それを見ていることしかできなかった経験は、誰も私を助けてくれない、私を信じてくれる人もいない。数十年前、質立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に溶けるなんてありえない。私は不慮の事故に遭ったから混乱しているのだと。ベニールの死はこうもあっさりと君たち全員に流された。今になって分かっただろう、あれが本当のことだったと。だがもう遅い、一度溶けた人はもう戻らないのだからな。全て貴様らのせいだ。こんな見栄えだけの審判で正義を追求し茶番を求める、一般人の苦痛にまるで見向きもしない。ベニールが死んだんだぞ。彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも一緒だと、そう約束したのに。ずっとこの約束をたがえることなどなかった。だが私はフォンテーヌ人じゃない。私は解けないんだよ。おい、マーセルが飲んだのって原始大海の水か？私は解けない、解けないんだ、解けないのだよ。見たか、いけないんだ。私はあちらへ行けない。だったら何とかして彼女を連れ戻すしかないだろう。だというのに、結局最後はあの老犬カーレスにしてやられるとはな。一生をかけて
こんなにも用心深くやってきたというのに、あいつのバカ娘にとどめを刺されるとは。被告人の精神状態が少々不安定なようだ。警察隊、彼を取り押さえろ。来るな、誰も近づくんじゃない。私はベニールを救うんだ。まだ彼女との約束が。ベニール、ベニール、ああ、私を責めないでくれ。どうしても私たちの約束を果たしたかったんだ。どうやらこの審判も結果が出たようだな。ナビアさんの告発が成り立った今、タルタリア殿への告発も無効となる。ああ、気にしなくていいよ。最初は少し興ざめだったけど、こうして見事な討論を見れたからね、気分もそう悪くない。では連続少女失踪事件の全貌を振り返る前に、旅人殿、証拠品を警察隊に提出してくれたまえ。被告人マーセル、本名バシェは、恋仲にあったベニールと冒険者として行動を共にしていた。だが、とある水中での探索において、ベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。そしてバシェの目の前で彼女は溶けてしまった。バシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。それからは女性を拉致し、ベニールを元に戻そうと研究に明け暮れた。さらに犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセルという偽名を名乗り、ポワソン町で商売を始めた。研究の過程で彼はあることに気づいた。希釈された原始大海の水には人を高揚させる効果があると。それに目をつけた彼はロシの密売を始めた。だが資金を貯めながら研究を続ける中、スピナディロースらとの間に衝突が生じてしまう。長きにわたる表と裏の争い、抗争を経て、彼はあるパーティーを利用した犯行を目論む。そう、スピナディロースらのボス、カーレスの暗殺だ。最後の段階で想定外のことが起こったものの、彼は実行犯を溶かすことでカーレスに殺人の容疑をかぶせた。そしてつい先日のこと、バシェは似たような手口で少女失踪事件の罪をリネに着せようとしている。だがその計画は失敗に終わり、原始大海の水の効果も露呈することとなった。その一件を機に彼もまたほころびを見せ、こうして告発され罪を問われた。謎に包まれていた連続少女失踪事件も、これにより真相が白日のもとにさらされたというわけだ。では被告人バシェの容疑について、これより有識に最終的な判決を下してもらう。輸出裁定カーディナルの審判結果により、被告人バシェは有罪だ。警察隊、バシェを連行しろ。ブラボー、当然の裁きよ。これで連続少女失踪事件も終わりか。私たちって歴史を見届けたことになるんじゃない。まさか真犯人があんな真面目腐った顔のやつだったなんてね。やったぜ、オイラたち役に立てたよな。あいつは罪のない人をたくさん傷つけてきたんだ。これでやっと相応の報いを受けることになるな。あれ、どうしたんだ。お嬢様、お手柄です。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。お嬢様、これからは今までのように気を張らずに済むでしょう。そうね、
終わった。あんたたち、それと相棒のおかげでね、パパ。スピナディローズらは私が引き継いでからもちゃんとやっていけてるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば最後に罪の裁定を行われば。ならおいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に諭旨裁定カーディナルに判決を下してもらう。諭旨裁定カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ？その機械故障でもしてるんじゃないのか？こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても今裁かれることはないんじゃない？諭旨裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない、このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は諭旨が示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに諭旨がこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべきものが他にいるだろう。
君たち、どうして僕を見るんだ？こんなの僕には関係ないぞ。僕だって、なんでこんな状況になったか知らない。もう、僕のことをジロジロ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です？あの方も理由を知らない？ありえないだろ。イスキはフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの？こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。古本、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤審をしてしまったと思ったのかい？先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのは全てドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと、脚本なしには存在などできないだろう。つまり全ては僕の想定内というわけさ。由式こそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性は、どれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はぁ。さて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。最初に対定するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまりさっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん、彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おう、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど、一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。ヌビレット、さっきお前がタルタリアを取り押さえた時に見せた力、お前って一体何者なんだ？ご存知の通り、私はフォンテーヌの最高審判官だ。法を執行する者はそれ相応の力を持つ必要がある。